南條ヨシのソロデビュー10周年企画第1弾全曲振り返りトーク。どうも南條ヨシノです。いかがお過ごしでしょうか。この動画は私の10周年企画第1弾ということで、今までリリースされた楽曲を全曲振り返っていこうという企画でございます。本日ご紹介するのはこちらの一切は物語のカップリング曲、嵐の中で君だけはです。すごいかっこいい曲になっているんですけども、作詞は畑亜紀さん、そして、作曲が増田元樹さん、そして編曲が、増田元樹さんと小高幸太郎さんとなっております。この一切は物語がすごくダークでかっこいい雰囲気だったので、もう真逆の柔らかい雰囲気のカップリング曲にしようか悩んだんですけど、このダークな感じのまま続けて繰り返して聴いてもらえる世界観の方がいいかなということで、楽曲はダークで重たくてどっしりしたものを、コンペで選んで決めていきました。どんな曲なのかちょっと聴いてみてください。こんな感じです。といった感じの曲になっております。なんかあんまりないですね、このタイプの曲。いや、めちゃくちゃかっこいいんですけども、嵐の中で君だけはの嵐っていうのを、人生に例えて畑さんがね歌詞を書いてくださったんですけども、手を差し伸べる優しさだったりとか、そういった愛ももちろんあるんだけども、ただ見守る、ただ見ているだけという愛もあるということをね、書いてくださいました。もうね、この強い曲が上がってきたので、難解そうなベクトルで人生について書いてもらおうと思って、畑亜紀さんにねお願いしたカップリング曲です。そう、ライブでやってももうずっと集中してなきゃいけないし、言葉の内容も強いし、バンドの音とかもねずっと聞いて合わせていかないといけないので、もう毎回やるたびにまさに嵐の中というか、嵐に揉まれてるみたいな感じだし、命を削りながらやってる感じがするんですけど、2017年のバースデーで初披露したそうです、こちらの5周年本によると。なんでバースデーだからアコースティックで披露したのかなと思うんですけど、動機がない分ね、より集中してやったんじゃないかなと思い出されますが、めちゃくちゃ集中して、ああもうすごい出し切ったってなるけど、ライブで披露した後の充足感がものすごいから、ちょっとまたやりたいし、今やったらさらに強い曲になりそうだなという感じがするので、
機会を見つけてやっていきたいなと思いました。お便りも紹介します。南国少年さん、不思議な曲という印象です。なぜかというと曲調は重々しくダークな雰囲気なのに、歌詞で描かれているテーマは優しいと感じるんです。人とのつながり、特に身近な人との関係性においてとても大切なことが歌われているように思います。リングツアー両国公演2日目の映像での南條さんの力強さの中に嘆きが込められたような歌声と訴えかけるような表情がとても印象的です。テーマの共感度や世界観の美しさに加えて南條さんの表現者としての魅力も堪能できる大好きな一曲です。ありがとうございます。ね、まさにね、その南国少年さんが感じてくれたその優しいというのが、あの見守る、ただ見つめて近くで手を差し伸べるでもなく見ていてくれるっていう愛情のことを多分感じてくれたんだと思いますね。確かに人生は嵐のようにいろんなことが起きたりね、通り過ぎていったりもしますけども、その中でずっと見守ってくれる存在っていうのもね、大きな存在だと思います。続きまして、にゃん先輩さん、この曲は思わず口ずさんでしまうほど、とにかくメロディーが大好きな曲です。車でライブ会場へ向かうとき、ちょっと疲れたかなと思ったらこの曲でよく覚醒していました。確かにしそうだ。一切は物語とのカップリングも、とても相性がいいように感じていて、ライブでの披露もそうでしたが、続けて聴くのがマイベストです。そう、まさにね、そうやって繰り返して聴いてもらえるといいなと思って、このような曲調の曲をね作ってもらったので、そう感じてもらえて嬉しいなと思います。この後ぜひたっぷり聴いていただきたいなと思います。次回はアルバムサントロワ編に突入していきます。サントロワがどんなアルバムなのかというお話をした後に、その後1曲ずつ紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではありがとうございました。またお会いしましょう。出会い